マックンがナシダガーングナシダガンは、ココナッツミルクで炊いた飯にフィッシュカレーをかけ、ココナッツのフライ、片茹で卵、野菜のピクルス等を添えたマレーシア料理である。ナシダガンの文字通りの意味は、貿易米である。トレンガヌ州やクランタン州等のマレー半島東部の州では、朝食としてよく食べられる。クランタン州では、 ラマダーアンガけを祝うイドアルイコールフィトルの祭りで、人々がモスクに持ち寄って食べる。基本の米とカレーのほか、家庭で作られるナシダガンには、片茹で卵の薄切り、ココナッツのフライ、野菜のピクルス、サンバル等、様々なものが加えられる。フェヌグリークシュシとココナッツミルクを加えることにより、ナシダガンに使われる米には独特の味と香りがつく。 米は柔らかくするためにまず数時間水につけ、濃いココナッツミルクやスライスしたエシャロット、レモングラスとフェヌグリーク種子を混ぜる。半分まで蒸したところで、さらにココナッツミルクを加え、2度蒸しする。これは米をよりクリーミーにするためである。ナシダガンに使われるフィッシュカレーは、現地の言葉でガライダレットと呼ばれる。カレーと呼ばれるが、実際には、 インドカレーのカレー粉は用いず、ココナッツミルクにレモングラス、ガランガル、チリソース、ウコン等のマレーシアのスパイスが加えられた中で魚を煮て作られる。マグロが最もよく使われるが、その他に、サワラや鮭も用いられる。車エビが用いられることもある。ココナッツを新鮮なうちに削り、エシャロットと混ぜて、狐色になるまで揚げる。固ゆで卵は4つか8つにスライスする。 野菜は、米酢と砂糖に漬け込む。きゅうり、唐辛子、人参等が用いられる。サンバルが加えられることもある。サワラを用いたものには、通常の白い米が用いられるが、クランタン州では、薄紫色でサラサラした、ベレスナシダガーングという野生米が用いられる。ありがとうございます。